シオンの気持ちは分かった。けど、これは究極の選択だ。焦らず、じっくり考えてくれていい。どうなんです？あなたたちの計画に私を加える気はあるのですか？俺たちの未来を守るために、サドコのためだけじゃない。レナ、お前の幸せだって俺が守ってみせる。俺を信じてくれるなら力を貸してくれ。自分の未来を諦めるな。この手で未来を掴み取るんだ。さよならは撤回してくれたよな、レナ。うん。が、痛い。ごめん、痛かった？ケイチ君。なんの、これ式でしょ。痛いの痛いの飛んでけ。痛いの痛いの。痛いの痛いの飛んでけ。痛いの痛いの飛んでけ。痛いの痛いの飛んでけ。北条鉄平の痛い飛んでけ。どっかに飛んでちまえ。紅茶冷めちゃうから早く飲めよ。
母さん、親父と出かけてるからな。見よう見まねで俺が入れてみたんだけど、多分味は問題ないと思うぞ。ん？親戚が送ってくれたやつなんだけど、東京じゃ結構人気あるんだってさ。しーちゃん、遅いね。そうだな。どこに行くの？ちょっと外見てくる。もしかしてシオンのやつ迷ってるかもしれないしさ。しーちゃん、ケイキ君の家に来たことあるでしょ？ああ。もしかしてしーちゃん、おじけづいちゃったのかな？かな？まさか。シオンが約束破るとは思えないぞ。シーちゃんがケイチ君が思ってるような人じゃなかったら？何言ってんだよ。仲間疑うなんてどうかしてるぞ、レナ。レナ、ケイチ君のことは信じてるよ。おう。だから絶対裏切らないでね。わかった、約束する。絶対だよ。絶対。レナも絶対ケイチ君を裏切らない。もしも約束を破ってしまったら、今度はレナがお社様にお仕置きされちゃうから。ケイチ君がもしも転校しちゃったとしても、レナは会いに行くよ。ケイチ君がレナのこと忘れてしまわないように。でもね、心配なんかしてないって。そうだよね。だって雛見沢の人間はたとえ村を出て行ったとしても必ず戻ってくるから。不思議だよね。どこに逃げても必ず引き戻されるの。だから心配しなくていいんだよ、ケイチ君。you
ちゃん？なんだか違う人みたいに見えてしまって。遅かったな。すみません、出がけに変な電話があったんです。電話？はい、無言電話でした。かすかに息遣いのような声が聞こえたりして気味が悪くて。いたずら電話とか？かもしれませんね。それでいつもより念入りに戸締まりをしてたら遅くなってしまったんです。ごめんなさい。でもケイちゃんの顔見たらほっとしました。なんていうか緊張感のかけらもないお顔で。えいえい、どうせ俺は緊張感のない面ですよ。拗ねないでくださいよ。レナね、完全犯罪についてちょっと調べてきたんだ。殺害方法はどんなのでもいいの。必要なのは自分が加害者であることを知られない方法。それだけに尽きるって言ってもいいと思う。つまりアリバイが必要だってことですね。そうなの。だからレナたちは明日の夜渡流しに行かなくちゃならないの。でも実際は渡流しに行かずに鉄平を殺している。お互いのアリバイをお互いが証明するってことだな。うん、私たちは明日無邪気に渡流しを楽しむ。まるで何事もなかったみたいに。あともう一つは目撃者ですね。多分村の人はほとんどお祭りに行くだろうから、その時間帯を狙うのが一番いいと思う。誰も来ない場所で人知れず鉄平を殺す。万が一ってこともあるから、なるべく短時間で仕留めないとね。これで加害者と目撃者は消えた。次は被害者の存在を消さなきゃ。被害者の存在を消す？被害者が存在しなければ
犯罪そのものも存在しなくなる。要するに事件として成立しないってことなの。遺体の処理ですね。うん、絶対に誰にも見つからない場所に隠さなきゃ。鬼ヶ淵沼なんてどうだ？あそこなら絶対に誰にもバレないんじゃないか？最初はレナもそう思った。けど、ケイチ君も思ったってことは、みんなそう思うってことじゃないかな。警察も、まず鬼ヶ淵を疑うはずだよ。もしも重い腰を上げて、一斉捜索なんてされたら、すぐにバレちゃうよ。確かに、レナの言う通りだな。遺体の移動手段も考える必要がありますね。残るは凶器だな。ナイフとか包丁は手に入りやすいけど、返り血を浴びると思うし、避けた方がいいと思うな。それじゃあ、ロープで首を絞めるのは？もしも暴れられたり、逃げられたら、リスクが大きいよ。それじゃあ、他に何がある？